お疲れ様先生。まあ当然の勝利だったわね。そうね、私たちの先生となるのだから、それくらいの態度でいてもらわなくては。先生素晴らしいです。勝ちました。見事な采配、感謝します。ええ、個々人の頑張りもあったけれど、先生の指揮は優に及ばずですね。実力はどんなものかと思っていたが、なかなかやるじゃないか。エーデルガルト様の力あっての勝利だとは思いますがね。どうかな、この戦いにおいては彼女は兵、先生は将だったわけだ。強兵といえど、細けいことはいいんだよリンハルト、勝ったんだから素直に喜べて。まあ私はもう戦場はいいですから、勝ち名乗りよりも引きこもりが好きです。相変わらずまとまりのない。でもこの勝利は私たちが団結した結果、皆の力が合わさったからこそ。何この空気。いえ、いいわ、どうせ私には団結とか皆の力とか似合わないというのでしょう。ならばこの後の祝勝会は中止で。冗談よ、ほらみんなさっさと行くわ。見事な采配でしたね。ジェラルトの薫陶を受けただけはあります。この催しを通じて生徒たちと親睦を深められたのではありませんか。そうですか、出会ったばかりですし無理もないでしょう。ちなみに今回の模擬戦は前哨戦に過ぎない。本番は飛竜の節に行われる呪術戦だ。伝統ある呪術戦に恥じぬ戦いができるよう生徒たちをきっちり鍛えてもらいたい。さて、今日あなたをここへ呼んだのは翌節の課題を伝えるためです。あなたたちの学級には盗賊の討伐を命じます。ガルグマク大修道院に所属する者には身分を問わず奉仕活動を義務付けている。無論生徒も例外ではない。節ごとに奉仕に代わる課題に取り組んでもらう。生徒と共に課題に取り組み、期日までに大司教へその成果を報告するように。盗賊討伐の件は追って司祭を伝える。一度にあれこれ伝えても覚えきれまい。あなたには特別な何かを感じます。期待していますよ。盗人か。わしとお主の出会いを思い出すの。次はあのような不覚を取るでないぞ。何を固まって。まさか驚いておるのか。わしはいつもお主と共におる。話しかけたくらいで驚くでないわ。くそ、何が貴族のガキどもを数人殺すだけだ。セイロス騎士団が追ってくるなんて話がちげえじゃねえかよ。貴様らが子孫じたからだ。つまらぬ陽動にかかりおって。それでも目的は果たせるかと思ったが、元騎士団長の子か。なかなかやる。てめえ聞いてんのか。だが傭兵を教師に任じるなど、あの女の考えが読めぬな。一体無視してんじゃねえ。この始末どうつけて。死ね。
はや教団は容赦せぬ。貴様らは地獄へと旅立つことになろう。せいぜい道連れを増やすことだな。待ちなさい！くそ！白雲の章、盾ごとの説、追回の風景。この説に生まれ、あるいは亡くなった聖人にちなみ、フォドラの人々は彼らが好んだとされる音楽を奏でる。盾ごとや笛、歌で思い思いに興じられるその響きたちは、タルティーンやグロンダーズの広大な野に種まく者の間を舞い踊る。さて、すでに話があった通り、今節の課題は盗賊の討伐だ。騎乗で戦いを学ぶ生徒諸君にとって実戦を知る貴重な機会となるだろう。無論討伐は騎士団支援のもとで行う。戦況は彼らが整えておいてくれるはずだ。とはいえ、これは模擬戦ではない。相応の危険が伴うものと覚悟してくれ。騎士団からの連絡を待って出立する。それまで準備を怠らぬように。以上だ。前に盗賊と戦った時は先生に助けられたわ。今度は私が助けてあげられるかしら。敵の戦力は騎士団が把握し、戦場さえも整えてくれる。負ける理由を探す方が難しいけれど、出立までにやれることはやりましょう。よう、修道院での生活は慣れたか。おお、意外だな。傭兵時代は雇い主なんかとの交渉は全部俺がやっていたし、戦場以外じゃほとんど人との接触は避けちまってただろう。突然貴族のガキどもの中に放り込まれて教師をやるなんざ無茶だと思ってたが、心配はいらなかったようだな。そういや聞いたぞ、最初の課題、盗賊の討伐だってな。お前にとっちゃ慣れたもんだろうが、ガキどもにしてみりゃ初めての実戦だ。教え子を死なせちゃ寝覚めが悪いだろう。油断せずうまく指揮してやれよ。俺も手伝ってやれればいいんだが、レア様にいろいろと押し付けられてな。あの人がお前に何をさせたいのかは俺の方でも探っておく。いいか、慣れるのはいいが気を許すんじゃねえぞ。対抗戦、本当に見事だった。よければ今度、稽古につけ。俺には、
ラスカー人とつるんでいるなど。よう、あんたらの課題は盗賊討伐だって？教団のお偉いさんた。先生、そういえばね、あの人誰かに似た。あなたはエーギル家を知っているかね。今の帝国はエーギル家を中心とした六。少し長くなるぞ。書き留める準備は必要ないか。では六大貴族についてだが、カスパルの父である軍務卿ベルグリーズ伯、リンハルトの父であるベルナデッタの父である教務卿ヴァーリ伯、そして外務卿のゲルズ公と、私もゆくゆくは帝国宰相とな。エーデルガルトを上回る才覚で私が帝国の舵取りをするのさ。この私に不可能はない。ガルグマク大修道院に付属の士官学校がポドラの東方よりパルミラの国家の枠にとらわれず、そうして設立されたのがこの士官学校。実はお願いがあるの。聖堂は静かでいいわよね。ここに。ところで先生も女神様にお祈りをしに来たのかしら。あらあら、私もそうなのよ。あら、先生、今の学級も楽しいし。え、そういえば大聖堂の隣には聖インデハ、聖マク、聖セスリーンですわ。聖、君も教団の一員になったのだ。君に頼みがあるのだが。大聖堂の隣、聖、君も。ポドラの貴族たる者、先生も主に祈りを捧げに来たのか。曖昧だな。先生は評判を上げているようだな。先生の学級でなくて残念だ。これ好きだったの？これ僕の好物なんですよね。
素晴らしい。この私頼みを聞いてくれるかね。あんた、どこかで会ったか？いや、悪い。知り合いに似ていたんだな。なんてある？おお、おお先生、私はこれから任務に出るところでな。さて、行ってまいる。な、何？まさか。君たちの課題、もし命を落と。何？今そうだな。し合うか。どうした？ただの。大修道院、あ、食堂裏の。そういえば、預言者聖騎士団と呼ばれる君も聖教。
先生といきなり命のやり取りをさせられ、ブリギット、パルミラ、ダスカー覚えておくといいわ、先生。そういえば僕みたいな平民が、しかも厳しくも優しい、相手が何者であれ心構えをさせておく。私、大修道院での過ごし方、先生が私たちを指導するように、あなたもハンネマン先生やマヌエラ先生に何か。私たちの所属学級は出身地によるけれど、あなたたち担任の、だから生徒が強く修道院での様々な活動。毎年実施、例年とは異なる。よくやってくれた。感謝する。そういえば。先生、あんたは師匠の年を知ってるか？やめとけ、レオニー。俺自身忘れたって言ってんだ。だけど普通自分の年を。お前も自分の年なんざ忘れちまえって。はあ。よう、頼みがあるんだが。やめとく。だけどお前も、はあ、ブリギット、フォドラ先生、寒い、暑い、どちらにが。先生、ハルディナという存在といっても、
するわね。先生、聞いてくれる？聞いてほしいの。あ、この前ね、いい感じになったきところがその男、あ、片付けできない女は勘弁だって。そうだな、暇だし。ま、ん？先生、私に何か用ですか？あ、でもちょっと今忙しいんですよね。あれ、バレて。ここに足を運ばれ、訓練後は馬の世話をして。あのイノシシ王子とはだからこその忠告だ。武芸の腕と馬鹿力だけ。お前もせいぜい。先生。お、先生くん、そうよ。まあ、明日次の課題は盗賊退治なんだろ。ところで先生、1対1の勝負で大事なのは。だよな。そういえば、あ、実は。先生。あら、よく訪ねてきて。何かわからないことや困ったことなどはありませんか？競技は信徒にとって、私はここに。ありえん。赤き谷座などは我々それを踏み将の地、君も素晴らしいが、実に君も。すまねえな、助かった。ホドラ各地の本を読んでいると、それだけで旅に出たような気分です。はい、そう思います。すごいな、無数の本の海。こんな途方もない詐欺。俺が剣なら自分。